そういうのもかなり やる気になったよね。俺は音楽でしかやっぱやれないから、なんかこうでみんな協力してくれるって言ってるし、とにかくいい形にしようっていうのがすごくあった。ここにいる時間はみんなで楽しんで、思いっきり楽しんで飲んで踊っていきましょう。なんかどこそこの先生がこう言ってますっていうことよりもさ、やっぱ音楽ってね、伝えてもらえることで勉強になるし、知識になるし、またホームにご来場の皆さん本当にありがとう。今日ね、今まさにこの状況下、来るのも勇気がいることだし、イベントをやることも、そしてやらないことも勇気と決断が必要だと思うんですね。本当みんな今予断が許されない状況でね、それでも私たち一人きりでは生きていけない。テレビのね、暗いニュースばっか見て沈んだ気持ちになるよりも、こうやってね、音楽を通してみんなで温かい気持ちを分かち合っていきたいと思ってます。私も地震の後、いろいろすっごく考えて思うこともたくさんあって、音楽とちょっと離れたりした時もあったんですけど、あんまり聴いてない時期とかもねあったんですけど、やっぱりこういう場にいると本当に全身がこう音に包まれる空間っていうのに、すごく私は幸せを感じます。入った時に思ったけど、やっぱその癒す音楽よりもファッション、次はその感情とか、まあ、この街が元気じゃなくて意味ないっていうか、3月1日正直やろうと思ったのは俺千尋ちゃんのおかげだった。まあ、スイーパーズにはかなり勇気をもらってもらった。ワイズマン、だからワイズマン、その人たちの思い、音楽をやっていく思いとかさ、みんなに感じてもらえたらいいなと思うね、サムズで。